三浦さんは鳥山総一の一番先輩ですね。熱血感で熱くなる痛み系をこうたしなめるというかなだめるで、おっちょこちょいな芹沢君に、少し釘を刺すというか、まあ、鳥山総一の両親というかね、うん、そのまとめ役的な役をずっと担っておられた三浦さんでございますが、僕が一番好きなセリフ、警部殿っていうのがあるんですね。でこの警部殿にも優しさを含んだ警部殿と、ほんまに来たらあきませんよっていう警部殿と、まあまあ今日はいいですけどっていう警部殿、こう使い分けてらっしゃったんですね。これ通常の警部殿、警部殿で、ほんまにここ来たらあきませんよの警部殿、警部殿で、まあまあ今回は警部の力借りましょうかねみたいな時は、警部殿ってちょっとこう引き気味で、警部殿ウォッチングしてみてはいかがでしょうか。